こんばんは、かっけんです。今回行う検証はサイドバックの各プレイスタイルに応じての移動範囲を検証していきたいと思います。マイクラブでよく見かける攻撃的サイドバックのディフェンシブ付きありとなし、そして守備的サイドバック、そしてプジョルやベッケンなどの、無印の選手を使った際の、ヒートマップを見て今回は検証していきたいと思います。で、今回はローカルマッチの監督モード、SIM 戦ですねを使用して、事前に作成した選手たちを使っていきます。守備的サイドバックで、スタミナ90にしてあるんですけど、プジョルとか、80後半から、アラバとか90半ばぐらいまでの、だいたい平均して90くらいかなっていうふうに思い、各選手90で設定して、今回はやりたいと思います。で、まず1試合目に、左サイドバックに守備的で、右サイドバックに攻撃的のコンセプトアレンジでディフェンシブをつけて、1試合、シム戦をやった後の、個人スタッツのヒートマップを見て、それぞれ比較していきたいと思います。では早速試合の方に移りたいと思います。監督モードなんで自分は一切操作してないんですけど、手前が攻撃的、奥が守備的ですね。レーダー見てもそんなにやっぱり守備コンセプトアレンジのディフェンシブがついてるんで、そこまで上がらずに4バックしっかり引いてるのが見られますね。前半が終了して、ハーフタイム時の、スタミナは両サイドバックともに回復してマックスまで残ってますね、体力が。攻撃的もディフェンシブついてるんで、敵陣深くまで攻撃していても4枚しっかり残っているので、後半も多分こんな感じになるのかなっていう予想が立てられますけど、実際に後半移りたいと思います。つなげたいですね、これね。ドリッソパスでつないで攻め込んでいきます。バエル、ここで笛です。はい、試合の方が終わったので、ここからが本題の、個人スタッツを見ていって、どうなったのかっていうのを見ていきたいと思います。まず守備的がここら辺までですね。結構やっぱり守備的サイドバックでもある程度敵陣まで行くところは行っているので、思った以上に上がってるっていうのが、第一印象ですね、これ見た感じ。で、続いてディフェンシブをつけた攻撃的サイドバックは、こんな感じですね。ディフェンシブがつけられたことによってハーフラインのところまで濃くなってるんですけど、それより前敵陣の方では薄くなってるので、やっぱりそこより前はなるべく行かないように縛られてるって感じがします。両方比べると、こんな感じで守備的サイドバックの方が上がってますね。続いて、無印の、センターバックだけど、サイドバックができる選手。ベッケンバワーとかプジョルのような選手たちと、攻撃サイドバックに何もつけずに、今度は検証していきたいと思います。ユベントスのキックオフでスタート。ユベントス、クロスを選択。ここ拾って次につなげたい。バイエルン・ミュンヘン。トリッソ。ボールを下げてリズムを作るか。ここで長いホイッスル。前半終了です。まだスコアレスです。今2試合目の前半が終わったので、ゲームプランでスタミナを確認したいと思います。まだ0-0ですけど、でもこう見ると攻撃的サイドバックより無印の方がスタミナが減っているのが分かりますね。左サイドの方が攻撃良かったのかな。そうですね。この今回やってるシム戦では、左サイドからの攻撃が多いんで、この無印になっている左サイドバックが攻撃する回数が多くなっているので、逆サイドの
攻撃的サイドバックよりスタミナが減ってますね。と続いて後半いきたいと思います。後半キックオフです。デリットから前線へ、裏を狙っていきます。シュート、最後の最後に試合が動きました。もう時間がなかったんですけどもね、最後まで、はい、2試合目の方も試合が今終わったので、まあ、スタッツの方を見ていきたいと思います。まず左サイドバックの、まあ、プレースタイルが何も発動しない選手がこんな感じです。まあ、そうですね、やっぱり基本的には自陣の一番前のセンターラインまでは行くけど、それ以降はまあ上がってはいますけど回数やっぱり少ないですね。でまあ他の守備的と攻撃的とちょっと違ってるのはやっぱり中に入ったり、ペナル相手のペナルティーアークらへんまで上がってってるのもあるので、そこはちょっと他のプレースタイルの選手たちとはちょっと違うところなのかなというふうに思います。そして何もつけてない攻撃的サイドバックがこんな感じです。まあ、やっぱりこっちの方がペナに行ってる回数がペナのちょい中ぐらいまでしっかり侵入していってるので、ではこれもディフェンシブつけてるときは相手の敵陣まで行かずに自分のところ自陣でストップしてるんですけど、まあ、その1個前の芝目まで上がってるって回数が多いので、そこがどんどん濃くなってってますね。でまあ、今回は既存の監督モードシム戦をやったので、まあ、マイクラブの 1-1 をやると多少そっちの方がスピード感とかもあり、サイドバックで内側に切ったりっていう動きが多くなると思うので、まあ、スタミナに関してはあくまでこれは参考程度にしていただけると非常にありがたいです。まあ、そしてまあそうですね、やっぱりディフェンシブをつけた攻撃的サイドバック、そしてまあ守備的サイドバック、まあ、この2枚がやっぱりしっかり4バックを保ってる印象があるので、まあワンビサカだったり、まあマルディーニにディフェンシブをつけるっていうのがやっぱり王道なのかなというふうに思いました。というわけで今回はサイドバックの移動範囲について検証していきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方でまだまだ検証してほしいことありましたら募集していますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。